ミトローパカップはかつて中央ヨーロッパで開催されていたクラブチームによるサッカーの国際大会である。ミトローパカップに参加していた国々サッカークラブによる最初の国際大会はジョン・グラムリックシニアの提案によって1897年にウィーンでチャレンジカップという名称で開催された。大会はオーストリア・ハンガリー帝国のすべてのクラブの参加が許され、 1911年まで開催された。今日、ミトローパカップや UEFA チャンピオンズカップの原型と考えられている。第一次世界大戦の敗戦により、帝国が解体すると、それぞれの国でプロリーグ創設の動きが始まった。1924年にオーストリア、1925年にはハンガリー。 1926年にはチェコスロバキアがプロサッカーリーグを発足させ、1920年代のヨーロッパサッカー界をリードした。この中で最も早くプロリーグを発足させたオーストリアサッカー協会のフーゴマ舞するを中心に、1927年7月17日にウィーンで行われた総会によって、中央ヨーロッパのサッカークラブ王者を決めるミトローパン。 カップの開催が決定された。第1回大会は、この3カ国とユーゴスラビアが参加し、ホームアウェイ方式によるトーナメント戦で争われた結果、チェコの AC スパルタプラハが初代王者に輝いた。後の1929年には、イタリア、1936年には、スイス、1937年に、 ルーマニアのクラブが参加するなどヨーロッパの中で最も権威のあるクラブ国際大会として位置づけられた。特にドイツ語圏と東ヨーロッパでミトローパカップが UEFA チャンピオンズリーグの前身と言われているのはこのためである。しかしオーストリアが1937年にナチスドイツに並行され大会から撤退するなど時代は暗い影を落とし1939年を最後に 大会は中断された。第二次世界大戦後の1955年に大会は復活したが、ヨーロッパサッカー連盟主催のクラブによる国際大会が開催されるようになると急速に価値を失い始め、1980年代には参加国のニブリーグ王者が参加する大会にまで格下げとなり、1992年に 行われた最後の大会の決勝戦はわずか1.000人の監修の前で行われる寂しいものとなった。ハンガリーのフェレンツバーロシティシーとルーマニアの FC ラピドブカレストが決勝に進出したが第二次世界大戦の影響により決勝戦は中止となった。セントローパカップとして開催された。2試合合計で同点となったためプレーオフが行われた。 試合は、バシャシュが9から2で勝利し初優勝を成し遂げた。ABCDEFG 決勝戦は行われず、リーグ戦のみが開催された。ありがとうございます。